今映っておりますのが今現在の津軽海峡でございます。摩周丸から映った絵が今映っておりましたが、おはようございます。皆様いかがお目覚めでございましょうか。今日はもうお若いですね。青函トンネルの開通ということは青函連絡船が今日でさようならということになるわけでございます。スタジオにもいろんな方がお見えでございますが、まずは河門様、おはようございます。おはようございます。なかなか思い出深いんだそうですね、この青函連絡船とは。そうですね、私の人生の中じゃ忘れることのできないもんですね。そうですね、まあ、私もいろいろとお話を伺っておりますが、本当に深い結びつきがあったということで、後ほどゆっくりお話を伺うことにいたします。道屋さん、乗ったことありますか？はい、昨年、遊びに行った時にお乗りになった。はい、あ、どうせだったら一回乗ってみようということ。あ、先生さんは？僕はね、大学の卒業する年ですね、昭和29年にお乗りだった。六大学ね、でこの音楽会をやって、あ、そうです、国会があったんです。後ほどゆっくり伺いましょう。ギルバートも乗ったことあるんですね。乗ったことあります。雪祭りに行った時に、はい、上野から乗って。そうですか。はい、で、新森さんもついこの間奥様とお乗りに。先週この番組が終わりましてから最初にして最後の青函連絡船を経験してきました。あ、そうですか。ということで経験者ばかりでございます。さあ、その青函連絡船摩周丸でございましたが、ちょっと聞いてみましょう。藤岡くん。はい、おはようございます。どうかね、海は穏やかかな？いえ、それがですね、風が強くて大変なんですよ。そうだ、ご覧ください、今津軽海峡にいるんですけども、北海道見えているんですよ。うん、今朝ですね、青森の天候が崩れまして、船が出るかどうか心配されたんですけれども、うん、今は晴れています。そうですか。しかしですね、波が高くて先ほどまでもう船が揺れて大変だったんですよ。私今でさえこうニコニコしてますけどね、先ほどまでは酔って大変だったんですよね、北野さん。そうですよね、心配しましたよ、本当に。北野さん、いかがですか、乗り心地？あ、非常にいいですよ。そうですか。風強いですけどね、うん、非常に快適に楽しんでおります。初めての経験ですね、北野さんはね。また初めてなんですがね、最初にして最後ってことで、非常に印象深い旅となりそうです。なんとなく雰囲気ありますか？皆さんたくさんいらっしゃいましてね、やっぱり昔こう通ったっていう方何人かいらっしゃいまして、いろいろお話を教えてくれました。有名な歌があるじゃないですか、津軽海峡冬景色っていうね。そうですね。そんな感じですか？ご覧ありがとう、ピンギシャキってとこですね。あ、なるほど。まあ、今日は歌うのをしましょう。そうですね、歌わないでください。はい、関口さん、はい、この船は5時、今朝の5時25分に青森港出発したんですよ。うん、それから4時間かけて9時15分には函館港に着く予定なんです。9時15分には着く予定です。ね、はい、はい、じゃあ決定的な瞬間をまた、はい、カメラで追いたいと思います。はい、レポートの方よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、ということでちょっとこちらをご覧ください。簡単な地図を用意いたしました。で、今、北野さんと藤岡君が乗っておりましたのが摩周丸と、これが9時15分に、函館に入ることになっております。一方、函館からは、この青函トンネルの一番列車がもう出発しております。7時23分に出まして、8時11分に湯の里というところからトンネルに入りました。これにこの2人が乗っております。デリカットとそれから高木君でございます。20日15、これがトンネルの中へ入る時の模様の VTR でございます。これ8時11分、番組が始まる前でございましたんで、ちょっとご覧いただきましょうか。一番列車がトンネルへ入るところでございます。運転手さんも緊張しますかね。何回か予行演習はしてるでしょうがね。やっぱりこう使命感で緊張なさるかもしれません。お客さん相当乗ってるでしょうな。歴史的なもんでございますから、相当クラクションじゃないなって汽笛ですか、汽笛ですね。あ、お祭りですね。はい、ということで、無事トンネルの中入っておりまして、今現在トンネルの中へ走っているわけでございます。で、8時42分にこの浜名というところへ出てくることになっております。で、一番最初に止まる駅がこの蟹田というところです。この蟹田にも、実はカメラが出ておりますから、この高木君とデリカットがついた時点でもってレポートを入れたいと思います。まあ、その他ご覧いただきますと、もうお分かりだと思いますが、つまりこっからここまでトンネルになったと思ってらっしゃる方が多いんですが、違うんです。トンネルはこのちょっと遠回りしたこの一番短いところがトンネルなんでありまして、こちらにその比較が出ております。トンネルの全長は 53.85、 海底部が 23.30 と。で、今まで青函連絡船ですと、3時間50分かかってたんですね。
これがトンネルができたことによりまして、特急に乗りますと2時間10分で行けるようになった、こういうことでございます。お値段はね、だいぶ違いますよ。これ特急に乗りますと5300円、今までの青函連絡船ですと2000円と、こういうことでございますね。その他にカメラが出ているところはここです、函館。こちらは、高橋君と、それからあの北海道のアナウンサーの方にお付き合いをいただいております。ということで4弦中継ということになりますかな。1船の上3、4、それからこれトンネルの中には、海底駅っていうのがあるんですね。これ何のために作ったのかっていうのはよく、降りたって何もすることないんですからね。売店があるんですかね。売店があるんですか。売店があるのかしらね。住んでる人はいないんでしょ。もちろんいないよね。住んでたって面白くもなんともないと思うんですが、魚釣りをやるんだというようなことでもって今日は、まあ歴史的な一日でございますので、その歴史的な瞬間をカメラで持ってこの番組は追っかけながら、いつものようにサンデーモーニング進めさせていただきたいと思います。それではちょっとコマーシャルをいただきます。この番組は住友不動産販売、岡村、花王と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。では函館を呼んでみましょう。函館の高橋君。はい、函館です。雪がいっぱいだね。そうなんです、今ちょっと降ってきたんですけれどもね、うん、今日は私の隣に HBC の島森アナウンサーが来てくださってるんです。今日は一緒にレポートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いいたします。実はですね、今日一番列車が7時23分、はい、20日に15出発したわけなんですよね。そうですね。今ちょっとフィーバーが、落ち着いてるんですけれども。本当だね、今割と静かだね、はい、駅。そうなんです。今シーンとちょっとしてるんですけど、先ほどのねすごかったですね。もう大騒ぎでしたけれどもね。鼓笛会がドーンってなんかすごかったですよね、はい、あ、これがその模様ですね、はい、20日に15、7時23分に出たわけですけれども ね、 そうですね。まあ、私たちにとってみましてはね、これからキントさんと一緒に一番列車の20日に10号になります。はい、もうタイムズで雰囲気みんな盛り上がってましてですよね。ドキドキしてます。後ろブラスバンド乗りましょうか。はい、行ってきます。レッツゴーということで2人乗り込んだんですけどね。ハッスルしてますね、はい、まあ、私たちにとっては待ちに待った青函トンネルということでね、はい、私はあの先進導坑の工事の時から知ってますが、厚い岩盤にぶつかったり出水事故もありましてね、本当に向こうまでつながるのだろうかと心配もしていたんですが、それが開通して、はい、本当に感無量ですね今日はね。あ、そうですか、はい、今頃ケントさんと高木京子ちゃんはどの辺に。そうですね、ちょうどまだトンネルの中を走ってるところではないかと。トンネルの中ですね。そうだよね。そうですか、はい、楽しいひとときを過ごしていることでしょうね。そうですね、はい、後ほどまたこちらからお伝えいたします。以上です、関口さん、はい。まあ、トンネルってのはまあ初体験ですからね、まあ、面白いこともあるかもしれませんが、真っ暗ですからね、何も見えるわけじゃございませんから、どうしてるんでしょうか。出てきたらまたレポートが入ると思いますが、それではその列車が着きます青森ですね。青森の方は宮田君でございます。宮田君。はい、青森の宮田佳代子です。おはようございます。今日の青森は風がとっても冷たくてちょっと曇り空なんですよ。さて今日は ATV 青森テレビの川口浩一さんにお手伝いしていただきまして、この青森駅からご紹介していきたいと思います。青森よろしくお願いします。はい、ATV 青森テレビの川口浩一です。よろしくどうぞ。さて今日3月13日という日は青森県民にとっても感慨深い日なんですけれどもね、まあ、津軽海峡線の開業といった喜ばしい反面、はい、青函連絡船が、ね、廃止されるといった寂しさがこう行き交うこの青森駅なんですけれども、この津軽海峡線の開業、今日7時半に一番列車がこのホームから出ていた、はい、盛り上がりましたね。まあ、7時からはその記念セレモニーが行われまして、政府を代表いたしまして石原運輸大臣もこちらにお見えになったんですけれども、まあ、この3番4番線ホームとは別にね、2番線5番線にマニアの方々ですとか、それから工事関係者の方々の顔も見えましてね、じっとやはり長い間の苦労が報われたというようなね、そういった顔が私大変印象的でした。まあ、感無量といった気持ちもあるでしょうね。さて先ほどご紹介のありました20日に10号ですけれども、お隣3番ホームから3番ホームに9時33分に到着することになっています。到着時刻が近づきましたらまたご紹介したいと思います。以上です、関口さん、はい、お願いします、はい。ということで、汽車はまだトンネルの中でございます。それから青函連絡船のマシューバルでございますが、まもなく函館に到着するということで、それまで、先週の動きをちょっと振り返っておきたいと思います。それでは3月6日日曜日から参ります。
元横綱二羽黒の断髪式がございました。これは相撲協会は一切ノータッチでございまして、野坂昭之さんはじめお友達が集まって自前の断髪式が行われて、ただまだこれからの進路、この番組にも出ていただいてお伺いしましたが決まっていないということでございますんで、まあ、若干24歳お集まりいただいたお友達の方々、いろいろ力を貸してあげていただきたいと思います。同じ日でございますが敦賀原発というところでまた事故が起こっております。福井県の敦賀原発2号炉の事故でございますが、2号炉の事故につきました先週これお伝えしたんですと、今度は1号炉である。で再循環ポンプが停止したということで、まあ初歩的なミスではあると言いますが、これは本当に大事故につながった時にはえらいことになりますんで気をつけていただきたい。で毎週毎週必ずここで言わなきゃならないほどちっちゃな事故があるのは困りますね。それからこの方見ていただきましょうか。ご存知でしょうか。この方です。プロゴルファーでございますが、見たことないとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。中島和也君と申します。24歳、あの中島恒之プロの弟さんでございます。でデビュー戦でもっていきなり優勝をしたということでこれ話題を呼んでおりますが、デビュー戦いきなり初優勝というのは54年の重信、56年の倉本に次いで史上3人目ということで頑張ってもらいたいですね。3月7日の月曜日でございます。共産党盗聴事件、これは職権乱用にあらずと東京地方裁判所が判断を下したと。今回の事件が神奈川県警など警察の組織的な犯罪であることは認めておりますが、これが職権乱用には当たらないということで、これよくわからないんで後ほど詳しくご説明をしたいと思います。3月8日の火曜日、沖縄の県立高校の卒業式で全校で日の丸が掲揚されたと。沖縄と日の丸の問題につきましては何とかこの番組でも取り上げておりますが、さまざま背景には複雑な問題があります。で今回の日の丸掲揚については裏で通達などがございまして強い指導があったと言われております。そしてこの日、黒岩橋本、まあ、冬季オリンピックで活躍した、選手の方々に文部省がですねスポーツ功労者顕彰というものを出そうということを決定したようでございます。三谷さん、はい、これはまあ嬉しいニュースではありますね。そうですね、よかったと思います。もっとやってほしいというのは本音ですか。そうですね、もっともっと大々的にバーッとやってみたいな、こういうことで、はい、3月9日の水曜日参ります。アメリカで大統領選のスーパーチューズデーがございまして大勢が判明したと。ドールさんは劣勢、ハートさんは降りたと。共和党はブッシュさん独走、民主党はデュカキンスさんが一歩リードと。これ別に決まったわけでも何でもないですね、シンボルさん。まあ、マラソンに例えると折り返し点を過ぎたってことですね。そうですね。ただ今おっしゃったように共和党はもうブッシュになるんじゃないでしょうかね、ほとんどね。だから、まあ、民主党の方はまだ混戦ですから分かりません。そうですか、はい、はい、からこの同じ日でございますが、エホバの証人、まあ、輸血を拒んだ両親が不問にされたと。これ3年前、交通事故でお子さんが亡くなった事件でございます。覚えてらっしゃるでしょうか。あの時には相当話題を呼びました。で今日もう一度これを振り返ってみたいなという気がしております。3月10日の木曜日、63年度予算案が衆議院本会議で可決されたという日でございました。そして同じ日に天皇皇后両陛下が下田の須崎の御用邸へ出かけられました。陛下昨年の9月手術を受けられてから初めてのことでございます。皇后様は先週日曜日に85歳のお誕生日を迎えられたばかり。翌日陛下は早春の下田を散策楽しまれた。お元気になられたようでございますね。3月11日に参ります。金曜日、クロロキン薬害訴訟判決、国の責任は認めないということになりました。製薬会社には責任があるが国にはないということでございますが、このクロロキンというのは腎炎などの治療薬に使われておりましたが、視力が低下するときに視力がなくなってしまうというような薬害が出たんですが、国に責任がないというのはなぜこの厚生省が薬の認可権を持っているのかという疑問が出てまいりますが、これアメリカじゃギルバート早かったんだよね、このクロロキンを禁止したのはね。そうですね、日本はちょっと遅れたんですね。大体こういう場合は遅れるんです、少しは。遅れるんですか、はい、日本の場合ですか。はあ、はい、ということで、これはまだまだ話題を呼びそうでございます。それからいろいろと話題になっておりました、あのビッグエッグがこの日に公開になっております。ちょっとご覧いただきましょうか。ドーム球場でございますね。おお、すごいなお思いの方でしょう。それこのマウンドが競りで上がったり下がったりする。リリーフ投手は競りで出てくると面白いんですが、そうはいかないです。
ただ騒音がうるさいそうですよ。だから応援の仕方が変わってくるんではないかと。やっぱ反響するんでしょうね。まだまだこれも話題を呼びます。それからこれはちょっとご覧いただきましょうか。決定的瞬間といっても決していい決定的瞬間ではございませんが、ちょっとご覧いただきます。オーストラリアでございますが、戦闘機が空中衝突をしたところ。ひどいねこれ。これカメラが構えてたっていう感じがあるんですが、はあ。これは編隊飛行の訓練中に起きた突発事故でございますが、奇跡的にパイロットたちは軽傷を負っただけで無事生還できた。よかったですね。気流じゃねえの。3月12日土曜日、昨日でございます。江戸川協定疑惑、萩原三次が逮捕されました。当たり券を水増し発行して私腹を肥やしていたという事件でございますが、やっぱりこれはけしからんですね。そして3月11日同じ土曜日、昨日でございます。朝日新聞、静岡支局で時限爆弾が発見された、まあ、爆発しなかったのが目下の幸いでございます。支局の駐車場に置いてあったデパートの紙袋の中からピース缶に詰めた黒色火薬、釘、それに目覚まし時計など時限爆弾が発見されたと。適法隊と名乗る犯行声明も通信社に送られてきておりますが、一連の朝日新聞社の襲撃事件に、の関連を今調べているところでございます。というところで、先週1週間の動きでございます。ちょっとコマーシャルいきたいと思いますが、絵はまた青函連絡船かなんか入りません。マシューマルが函館に近づいております。予定では9時15分到着予定でございますが、一回ちょっとカメラ映してみましょう。高木君、あ、藤岡君だね、ごめん。はい、はい、私は今マシューマルの操縦室に来ています。この航海が船長の千葉さんにとっても最後の航海になるということなんです。そこで千葉さんにちょっとお話を伺ってみたいと思います。すいません、ちょっとよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。千葉さんはもう何年ぐらい船に乗ってらっしゃるんですか。21年になります。連絡船来てから21年ですね。あ、来てから21年も、はいはい、その前はあの外国航路の船にね、6年乗ってました。あ、そうですか。じゃあ様々な思い出があると思いますけれどもね、はい、今回が航海最後ということで。そうですね、はい、今のお気持ちをぜひ伺いたいんですが。そうですね、最後は穏やかであればよかったなと思ったんですけども、うん、結構津軽海峡がね結構逆らいましてね、穏やかにはいかなかったんですけども、まあ、いよいよ最後になりましてね、皆さんのおかげ、乗組員のおかげでね、安全運航できたなと、一つの事故もなくね過ごせたことは非常に良かったなと安堵してます。離れたくないとか寂しいとかいう思いでいっぱいでしょうね。そうですね、ずっと船ばっかしで来てましたからね、船を離れるというのは本当に寂しいですね、うん、もうちょっとですけど頑張ります。そうですね、はい、どうもありがとうございました、はい、どうも頑張りますということです。はい、お気持ちが分かるような気がするな、ね、さあ本当今日これで青函連絡船はさようならと。最後は5時ですか、夕方5時ぐらいの船ですねということになりますが、それでは浜尾君に、はい、その青函連絡船の歴史ですか。はい、80年を皆様とご一緒に振り返ってみたいと思います。ご覧ください。今日3月13日で青函連絡船はその姿を消そうとしています。青函連絡船のルーツは今から103年前の明治18年に作られた日本郵船の青函航路に遡ります。鉄道が国有化された明治39年、青函航路は国鉄の一員となり、北海道と本州を結ぶ日本の大動脈になりました。そして明治41年、青函連絡船は正式に開業され、イギリスからヒラフ丸とタムラ丸という2隻のタービン船が輸入されました。この日から80年、青函連絡船は1億6000万人の乗客と2億4000万トンの貨物を運んできました。昭和48年8月15日、上下便合わせて 34,560 人という1日の最高乗船記録をピークに、より早い飛行機と利用客は年々減少の一途をたどり、1300人の定員に対して乗客10人ということもありました。
連絡船は観光客や修学旅行生はもちろん地元の足としても利用されてきました。戦後登場しましたいわゆる担ぎ屋です。青森から函館まで闇米を運んだ人たちで最盛期には300人を数えたそうです。昭和39年には東京オリンピックの聖火も連絡船で津軽海峡を渡りました。そして連絡船に一番懐かしさを覚えるのが集団就職などで北海道から本州へやってきた人々。津軽海峡をどさんこはしょっぱい川と呼びます。長く深いその川を渡る船旅の中で彼らは全く新しい世界への夢を膨らませていたのです。しかし連絡船の旅はいつも穏やかだったわけではありません。昭和20年7月敗戦の1ヶ月前、青森函館の港はアメリカ軍の空襲を受け、貨物船2隻を残してほとんどの連絡船は沈没。戦後も軍艦などを借りて傷だらけの状態で運航を続けました。昭和22年東亜丸が就航、連絡船は徐々に復興されていきました。しかしその東亜丸は昭和29年台風15号に見舞われて転覆、1155人もの命が失われるという史上最悪の海難事故となってしまったのです。この事故がきっかけとなり青函トンネルの早期着工の声が高まりました。現在動いている客船は7隻、東亜丸事故を教訓にして近代化された船です。この船が作られた昭和39年東海道新幹線が開通、鉄道技術は急速な進歩を遂げ、将来は新幹線が連絡船に取って代わるという構想が出来上がりました。そしてこの年ついに青函トンネルに杭が打たれ、連絡船の運命は決定的となりました。昭和62年には国鉄が分割民営され、ついに青函連絡船の廃止が今日3月13日と決まりました。去年は JR が音頭を取った連絡船フィーバーで久々に乗客が戻り活気を取り戻したかに見えました。しかし時は止まりません。最後の日は刻々と迫ってきたのです。連絡船の役目を引き継ぐトンネルも決して平坦な道ばかりを歩んできたわけではありません。昭和51年5月6日には1分間に85トンもの出水を記録、トンネルはほぼ水没し多数の犠牲者を出す大惨事となりました。3、2、1、発破。昭和62年11月、青函トンネルは幾多の悲劇を乗り越えてついに完成。北海道と本州が一本のレールで結ばれたのです。そして今日、青函連絡船は歴史の中へと消えていきます。すでに廃船された船は民間に引き取られ、朝鮮半島や東南アジアに、また遥かパレスチナで活躍した船もありました。最後まで働く7隻の中にはまだ嫁入り先の決まっていない船もあります。6月に開かれる青函博覧会で十和田丸と羊蹄丸が1日2往復運航されるのはせめてもの慰めでしょうか。それをもって青函連絡船は二度と再び津軽海峡に戻ってこないのです。さようなら青函連絡船、そしてありがとう。何かいろいろ思い出されることが西村さんある終わりのようでございますね。今のは聞いてると寂しいね。そうですか、うん、もうトンネルがお嫌いで、うん、もう船の方がいい船の方がいいってね、いやまあそんなもぐらじゃないんだからね僕たちは。まあ、とにかくちょっとお話後ほどゆっくり伺うとして、北野さん、はい、マシューマルに乗ってる、はい、はい、いかがでございますか。皆さんそれぞれですね、最後の青函連絡船を楽しんでおります。まあ様子を伺ってますとね、年いった方々はやっぱり昔の思い出をこう懐かしみっていうか、そういうような感じで、また非常に若い人も非常に多いんですが、はあ、その若い人たちはちょっと私と同じようにですね、うん、新しい思い出って言いますかを作りながらっていうような感じで皆さん楽しんでおります。あ、そうですか。やっぱり船っていうのはですね、汽車とかその飛行機にないその ゆったりさって言いますかね、非常にいいものがありますね。そうですか、はい、はい、ありがとうございました、はい、それではコマーシャルをいただきます。出ました一番列車20仮10号でございますが、これは刈田駅へ今青函トンネルを抜けて入るところでございます。これは決定的瞬間で蟹田という駅ですね、まあ、ご存じない方多いと思いますが、今日はやっぱり
呼吸が止まるということで、大フィーバーをしているようですね。これに、ケント・デリカットと高木くんが乗っているはずです。今トンネルをくぐってきたばかりです。ドアが開いて最初に出てくるのは高木くんですか。はい、ご苦労さん。お待たせしました。はい、一番列車に乗ってきましたね。青函トンネルにも入ってきました。はしゃいでますね。ケントさん、どうでした。いや、もうみんなすごい盛り上がってますよね。すごいよね。だってこの切符手に入るためにずっと並んだりとか、ただのラッキーでてあのもらったんですよね。本当に乗れてる人ってラッキーで乗れてるんですよね。盛り上がってます。そうで、これその一瞬を収めてきましたね。この VTR をね、はい、もう用意してもらいます。これ急いでくださいね。今撮ったばかりの VTR で、ね、はい、なんていうかね、乗ってて皆さん長いトンネルに乗って面白かったというよりはむしろ、はい、海の下にいるってことにね、感激感動するように思いますね。だって感動しちゃってもこういうのはユタ州にないんですよ。ユタ州は、まあ、海もないからユタ州にね、ないですからもね、感動しちゃったよ。はい、そうで、このカニタ駅なんですけど、はい、ちょっと様子ご覧ください。カニタ駅もすごいですよね皆さんね。カニタ駅皆さん、カニタ駅の子ども育成会から100人のね、みんな来てくれてるのよね。すごい。もうみんな、前からこんな用意してたりしてるんですか。そうですか、前から用意して、もう半年ぐらい前からですよ。半年前から、はい、もう今まで特急止まらなかったんですよね、はいはい、そうだからね、もう電車が止まる、列車が止まるって。どうもありがとう。でもなんか初めてここでね、あの東京止まるってことでしょ、うん、であんまり珍しくてね、この東京の電車がどこで止まるか駅長も分かんなかったっていうんですよね。どこに降りていいか分かんない、止まることないから分かんないって言うからね。これはすごい。カニタ駅、このカニタの町っていうのは、はい、風の強い町とも言われていまして、太宰治さんの小説にも書かれている。今日でも来てるんですよね。すごい有名なんですよね、はい、ちょっと待って、カニタってなんかカニが美味しいじゃなかったの。カニも取れるんで。そうでしょ、だからカニも盛んだ。いつもこの通り。はい、もう2分間の停車なんですけど、はい、ね、はい、何？ケントさん、何？からまた青森に向かわなきゃいけないんですよ。そうです。I am going to 青森。See you later。本当に青森ですか？さっきのは青森。あ、青森で。また。また青森。じゃあ青森行きますから。ならないの。じゃあね。はい。何人しか止まらないんですね。ああ、なるほど。もうほら。危ない。お、また開いてるじゃん。早く乗ってよ。うん、ああ、やっぱ人が多いんだよね。そうだ。はい、それを邪魔しちゃいけないよ、我々が。いってらっしゃい。気をつけてよ、青森。さよなら。さよなら。今度はドアが閉まらないんだね。何せ生でもそのまま降りてきますんでね。どう閉まりませんね。8時59分着だから2分。でも大変か。9時1分には出なきゃいけないでしょ。9時1分過ぎてますね。出ないのか。気をつけていってらっしゃい。JR はもう、あ、閉まりましたね。時間はピタッと。カニタ駅も大変です。お天気いいですね。トンネルの中に入った時はもう汗ダクダクだったんです。もうすっごい盛り上がりで、もうカニタ駅もあったかくて本当に。あ、さよなら。はい、これでデリカットは青森へ向かいます。次の停車駅は青森でございます。はい、じゃあそろそろ VTR できたようなんで、ね、この青函トンネルに入った瞬間を皆さんご覧ください。はい、今ちょうどトンネルに入りました。これから54キロに及ぶ海底のトンネルにずっと入っていくんですよね。すごいですね。本当にでもね、周りのみんながエキサイトしてもう盛り上がってるんですよね。一番列車、皆さん乗ってるかーい。乗ってますよね。でもなんかこれは海の下でしょ。う、潜ってるんですよね。上に魚とか泳いでるんです。泳いでます。あのね、見えるかな。見えないっていうね。でもなんかその海の下に潜ったっていうことがね、なんか気持ちが、みんなどうですか、海の下に潜った時の気持ちはどうですか。すごいでしょ。いや本当にすごいですね。ちょっとインタビューしていい。お父さん、はい、今海の下潜ったんですよ。どうですか。最高の気分ですな。最高の気分、はい、初めて、ま、はい、どこですか、どこの人ですか。三重県です。わざわざこっちまで来た、はいはい、いやすごいですね。ちょっとこのお嬢さん、こんにちは。こんにちは。この電車乗ってどう。すごい乗ってますね。すごい乗ってる。本当にね、もう大変。この関口さん、はい、もうすごかったんですよ。そうみたいだね。はい、以上です VTR から。はい、ご苦労様でした、はい。
やっぱりこの一番列車に乗りたいと思う気持ちね、そういう方がたくさんいらっしゃったようでございます。さあそこで先ほどからちょこっと喋らっしゃ引き取っちゃった西村さんでございますが、さあたっぷりお話を伺いましょう。西村さんは札幌の生まれ。そうですね、大正12年に生まれましてね、札幌で。そうですか。で最初にこの津軽海峡を渡ったのはおいくつ？昭和4年でしたね。昭和4年と言いますと、うん、じゃまだだいぶ小さいですね。いやもう小さいですよ。6つ、ね、6つ6つの時、はいはい、なんでまたこう津軽海峡を渡った？それは、まあ、西村家が移動したわけですね、親父の仕事のために。お父さんは大学の教授、まあ、教授やってましてね。そうでしたね。それから毎日新聞行っちゃうわけですね。はあ。毎日新聞ということは東京出ましたか、大阪出ましたか？大阪です。大阪で毎日ですから、大前ですね。ああそうですね。ああそうですか、うん、その時に初めて。そうなんですよ。覚えてらっしゃいますか、その時の記憶？いやー覚えてない。それは無理だね。とにかく後から大きくなってからね、あっちっちゃい時にこう渡ったなぐらいでね、はしゃいでいたでしょうね、甲板の上をキャッキャッしてね、もう子供は楽しくしょうがないですもんね。そうそうそう、うん、見るもの見るものね、うん、でそれからもう何回となく青函連絡船をご利用になって。そうですね、それからずっと飛びましてね、昭和18年、日大の芸術家におりまして、はあ、その次東京ですね、お住まいは。じゃあその時はね、そうそうそう、その次乗り平君だとかね、三木乗り平君だとか一緒にね、日大の演劇学徒隊というのをね、大政翼賛会の公演でもって、ね、芝居行ったんですよ。北海道へ、まあ、帰ったという感じになりますね、西村さんにしては。その時に、まあ、こういうこと申し上げたら、なんでうちのかみさんも、今のかみさんね、今のかみさんってその前にかみさんいたわけじゃないんだけど、はいはい、かみさんの写真持ってきていただきましたが、ちょっと、なんですか、これそうですね。そんな、それはね、持ってこい持ってこいって、青函連絡船とうちのかみさんとあまり関係ないんだけどね。でもご一緒に乗られたんですよ。だからまあ乗ったから。可愛いですね、ポチャポチャっとして。割と青函連絡船で、まあ、できたってわけじゃないけれども、はい、うろうろしたんですよ、昭和18年の頃に。2人で僕が目をつけてたわけね。目をつけてた、奥さんに。そう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 。この要するに芝居で行った時に奥さんも一人しかいないから、女優は。はあ、はあ、だからみんな目つけてたわけ、で僕がまあグッとやっちゃったわけだけども、ね、ああグッと、まあ、変な言い方だけど、その船の上でそのへさきでもってね、あの海を見ながらね、芝居の話なのしてね、はあ、今後君はどうするんだいとかなんとか言ってね、そんな話をしてるの見られてね、上の方から、あの野郎やってやがんなと思ったらしいわ。あ、そうですか。のりちゃんだとかね、沼田洋一って知ってますか？沼田洋一さんいらっしゃいますね。彼も一緒でした。はで、とにかくこの青函連絡船にお乗りになると必ず3つ思い出すことがあると、まずは走るっていうのがあるんです。そう、それはね、今ね5時半についてって言ったね。朝、はい、それからすぐ乗らないといけない、うん、もう降りたらね、席を取るために、ダーッと走るんだよ。走るんですか？向かって。はあ。それですぐ乗船名簿をパパーッと書くわけさ。この乗船名簿もまた次これ思い出の一つで、乗船名簿っていうのはね、あれは当時これなんで書くんだと思うわけさ、汽車乗ってるしか知らないから、船のなぜ必要かってことはまだ分からないわけだよね、と書く瞬間にね、あれなんか危ねえんじゃないか。はあ、名前書かされるということは、なんかこれで行ってしまったらこの紙切れ一枚でこれ乗ってましたねっていうことになっちゃうから、今飛行機で書くでしょ。書きますね。それはなんともないんだけども、あれそうだよね、書く瞬間は。そうでしょ、なんかあった時の確認のためということね。そう、嫌だもんですよ。だから何かある可能性はあるってことね。そうそうそう、あれだけ残るっていう、ね、はあはあ、であれをカーッと書きましてね、ダーッと席を取りに行くわけよ、まず。はは、確保しないと。確保しないと。もう相当な人でしたから。そうそうそう。あ、まあ我々は3等ですからね、まあ2等なんてとても乗れないから、うんうん、でみんな下でこう確保して陸作行いたりなんかしてね、はは、まあ昭和18年の頃ですから、戦時中ですもんね、まあ、大変ですね。大変でしょうな、それでまあわいわい言いながら喧嘩しながら、ここは俺だってこうね、自分の城を作っちゃうわけ、こう場所をね、いざ作っていがみ合ってるけど、こう船が進みにつけて5時間ぐらいかかるわけですから、だんだんみんな和やかになってきて、どちらいらっしゃるんですかとかさ、学校はどこですかとかさ、それ何持ってるんですか、いろんなこと聞くわけだ。交流ができるんですね。そうそれがあるね、船はね。そうですね、船自体が大体そのある地点とある地点の人の出会いを作るというものですわね。で、その船の中でもまた人との出会いがあるという。ある。今のモグラの中じゃありませんよ。モグラの中で走ってるだけで、上に魚とかなんか行ってるけど、早く行ってくれた方がいいっていう、今あれは。行っちゃ悪いけど。なるほど。あ、これ今ドラが鳴りました。
これはまた感慨ひとしおと、ね、この音を聞くたびに。この音はね、本当にまあ初めて聞いた時にはね、僕なんかジーンときたね、はあ、うん、どういう感じですか。いや、なんかさよなら、それとあの蛍の光が鳴る、そうだ、なんか遠くへ行くっていう気がするのね、はあ、内地から離れて、向こうの島へ行くわけだけども、うん、なんか寂しいんだね。うん、で海へ海原走っていくとね、うん、とロマンチックになるわけだよ、で途中でイルカがね競争するわけだよ、函館近くになるとぴょんぴょん飛んでくるわけ、うん、それをこう見ながら ね初めて見た、はあ、何匹もイルカがこうやってピャーこう来るわけだよ、海だなという感じですね、うん、それ見ながら函館着くでしょ、はい、着くと次第3要素でございますが、アイスクリームって、ああ、よく聞いてくれました。何ですかこれは。うまいんだよ。え、北海道のアイスクリーム。あ、違いますか。青森じゃ売ってないの。本州と全然違う、アイスクリームの味が。もうミルクたっぷりの、もうとっても美味しいアイスクリーム。はあ、それは楽しみだな。バターとミルクのね、着くとそれが食べられるわけさ、うん、なんであの船の中で売らないんだろうね、ケチくさい。本当ですよ。つかないと食べられないんだから。だからまだそれが楽しみなんだよ。あるぞ、アイスクリームあるぞってみんな、ついたらまたおい、おいってみんな食う。これがまあやっと、ああ、北海道来たな。なるほど、うん。そのアイスクリーム今でもありますか。今はね、売ってんじゃないの、そいつが。ありますかね、そのまんまの船の中には売ってんじゃないの。はあ、うん。もうそういう、あれはないね。ということで、まあ、黄門様の青函連絡船というと、この走る。うん、そして乗船名簿、名簿、そしてアイスクリームと、このドラとね、必ず、あ、ドラ4つありましたね、ドラのねと、うん、この4つが思い出されると、こういうことでございますが、うん、さあその青函連絡船がなくなっちゃいますよ。まあ今見ててね、さっきうまいナレーサーやりましたね、あのずっとうまく作りましたね、うちの浜尾君ですか、うん、はい、絵もよく作ってた、はあ、ジンときたけども、なんか老兵はしなつ去っていくっていうかね、うん、消え去るのみたい、うん、それとなんか滅びいく職業の哀れさっていうかね、はあ、うん、哀感ですね。ところが残酷だよね、下は新しいやつが台頭していくわけだから、滅びいくもんとね、次新しいもんが生まれてくるっていう、このそれを今テレビはやっぱりテレビだね、さすが、さすがですか、うん、パッパカパッパカ取り入れますね、入れてね、スピードが速いからね、泣いてる暇ないわな。そうかもしれませんね、うん、じっくり味わってる暇ない、寂しいと思ってる暇ない、下ではうわーこれデリカットがやってましたデリカットがわうわ言ってるでしょ、まあそれは当然そうだと思うけども、うん、と西村さんたちにしてみればじっくりこの最後の日を味わいたいと、こういう心境ですか。いや、船がなくなるっていうのに船なくちゃいけないですよ。いけない、いけない、やっぱ北海道行くやつ何か作っときなさいよ、あれレジャーができるように、はあはあ、プールでもいいじゃないですか、はあはあ、で今3時間ずいぶん早くなったね、今あそこに出ておりますので行きますと3時間50分ですね、我々は5時間ぐらいかかった、昔はもっと遅かったですか、遅かった、はあ、ゆっくり行って落ち着いて、はあ、5時間ったら相当な旅ですね、うん、遊んで行きゃいいじゃないの、みんなね、人生で船に乗らない人いっぱいいますよ、今慌てて乗ってんのも今、はあ、終わりだからって、そうですね、だからこれこの間お乗りになったでしょ、そうです ね、 ね、だから船に乗らない方っていうのは随分僕は自分の人生であると思う、乗ってごらんなさい、ロマンチックだから、いいですね、あの上でこう輪投げやったりさ、そしてこうもしプールがあるようなとこだったらね、そこで遊んだりするようなレジャーで5時間、青森に着いて、5時間船の中で遊んで函館で付き合いじゃないですか、そうですね、そういう船をお作りなさいよ、あんな潜ってザーッと行くよりも、でも潜るのも必要なんですよ、いやもう早いですよ、早いし、それで安全という意味では飛んでるのがやっぱりね、あの富山のなんか思うとね、いつバーッと来るか分かんないよ。それありますよね。どうも信用していないようでございます。はい、船が接岸するんですか、函館に。あ、接岸が始まりましたね、9時15分でございますから、じゃあこの模様はコマーシャルをいただいて、それからお伝えしたいと思います。まだちょっと時間あると思います。ではコマーシャルをいただきます。ご覧いただいております絵は函館山から撮った絵でございます。やっぱり雪が随分残ってますね。東京とは随分違うんですね。東京は今日本当あったかいんですが、さあそこへマシューマルが今接岸いたしました。ここで待ち受けておりますのが高橋くんでしたね。高橋くん、はい、はい、今桟橋に今着きました、うん、藤岡さんと北野さんがちょうど今出てくるところなんですけど、そうですね、お出会えたね、はい、はい、今もうこれなんていうんですか、橋が取り付けられまして、ね、連絡来ましてね、はい、先頭にお二人いらっしゃいますから、もう一番にこちらに来て、もう一番前に待ってるんですよね、はい、あ、降りてくるかな、
藤岡さんなんかね酔ってるようでしたのでね。そうですね、心配でしたが、どうでしょうか。来てくれました。はい、お疲れ様でした。どうぞどうぞこちらへ。どうぞどうぞ、はい、おはようございます。おはようございます。どうでしたか。お疲れ様でした。なんか風がね強かったようですけど、途中少し揺れましてね。でも、まあ、思ったことなかったですよね。そうですか。藤岡さんなんかだいぶ船酔いしたみたい。そうです、もう大変だったんですよ気分は。でも今はニコニコしてますけどね。顔色も良くなりましたね。船の中の、ね、雰囲気っていうのはどんな感じでしたか。思ったほどみんなセンチメンタルじゃなくてですね、かなり皆さん楽しんでるっていうかね、うん、そんな雰囲気だったですね。皆さん本当にのんびり楽しんでましたね。もうね、今日で最後ですものね。そうですね。北野さん、最初で最後の連絡船でしたね。うん、ですから、おそらくもう一生忘れないでしょうね。藤岡さん、どうですか。はい、私もですね、2回目だったんですけどね、はい、今回揺れたことがかえって思い出になりましたね。できればまた乗ってみたいんですけど、残念ですね。まだ青函泊の時にね、往復しますけれどもね。はい。私も乗りたかったんですけどね。そうね、高橋さんはもう乗りたくて乗りたくてしょうがなかったんですけどもね。どうですか、帰り乗ってたら。そうこのまま帰るって言ってるから。うん、途中はお天気はどうでしたか。海峡は荒れましたか。そんなでもなかったですよ。まあ、藤岡さんさっき言いましたけど、だいぶちょっと苦しんでましたけどね。まあまあ荒れでしたら大丈夫です。はい、函館からお伝えしました。そうですね。はい、ありがとうございました。ということで、引田野さんたちは船旅を楽しんでいただいたようでございます。それではここで、青函連絡船に携わってきた方たち何名かにお話が伺ってございますので、この模様をご覧いただきましょう。青函連絡船にはさまざまな人たちが働いています。船を動かす人、お客さんの世話をする人、荷物を運ぶ人、清掃する人、皆連絡船を愛していました。連絡船と運命を共にする人々、彼らは去りゆくともに何を思うのでしょうか。もうすぐなくなっちゃうんですよね。やっぱり寂しいですよね。なんか特別思い出に残ることとか今ございますか。やっぱり遠山丸ですよね。遠山丸、船に乗ってる時の思い出は何かありますか。船はね、陸上と違ってすごいんですよ。どういう、冬になるとね、海が荒れるからね、ただ乗ってるだけでは疲れちゃうんですよ。それが今度また仕事だからね、大変だな。もうすぐなくなっちゃいますけど。なくなればね、就職がないんだよ。函館は特別ね、不景気だしね、不況都市になってるから全然。若い人、社員の人は困るんじゃない。僕たちは人数だから。じゃあ皆さん就職先が今決まってるわけじゃないんですね。全然決まってませんよ、みんな。遠山丸事故ですか。まあ、15号台風で。ちょうど私が非番でございましたから、まあ、助かったようなもので、まあ、先輩同僚多く亡くしましてですね、まあ、非常に残念でした当時はですね。まあ、船と共に生活して、さらにこの会社で5年ですね、5年ほど勤めてきた関係で、まあ、船と私とはもう話せないような、まあ、状態でしたから、まあ、トンネル開業というあれって、まあ、これも時の流れといいますか。海峡ラーメンって美味しいって評判ですよね。そうですね、美味しいですよ。何か思い出とか心に残ることございますか。そうですね、思い出に残ることばっかりで、また転勤になりますからね。あ、次のお仕事が決まってらっしゃる。何をなさるんですか。次は売店の販売です。売店のね、東京の方に行きますけど。あ、東京の駅の。え、そうです。我々はその職場がなくなるわけですからね。とにかく、まあ、時代の大きな流れとは言いながら、やっぱり非常に、なんていうか寂しいものがありますね。連絡船がなくなった後はどうなさいますか。私の場合はね、まだ第二の人生が決まってないんですよ。はい。青函連絡船関係者の多くは次の仕事がまだ決まっていないそうです。三
一夜さん、はい、なんとなくこう寂しくなりますね。なんかジーンときちゃう。ああそうですね。なんでしょう、スポーツでいうとオリンピックとかああいう大きな大会が終わった後みたいな感じなんでしょうね。そうですね。そして引退を決めた感じで、自分では吹っ切ったつもりだけどなんとなく取り残されていくような寂しいようなそんな気持ちだと思うんだけど、だからすごいジーッときちゃった。あジーッときますね。亜生さん、まああれは亜生さんの歌じゃなかったですけど津軽海峡冬景色、亜生さんは北の宿ですもんね。そうなんですよね。やっぱりよく似合いますね、演歌が。やっぱりそうですね。もう森進一の港町ブルースでもね、そういうの背伸びしてみる海峡をね、今日も来てきたところだろう、ね、ああいうやっぱり歌に歌われたり文芸作品にもだいぶね、なりました、書かれてましたね。そうですね。それが今日最後の日であるということで、生中継織り交ぜながらの放送でございますが、ではコマーシャルいただいてちょっとスポーツの話題に行きたいと思っております。汽車がそろそろ青森駅に着くかもしれませんね。青森駅を呼んでみましょう。宮田くん、はい、どうしたかな。 あと数分であのケントさんを乗せた20日り10号がこの3番ホームに到着することになっています。そうですか、はい、先ほどの蟹田駅盛り上がってましたからね、ケントさんどういう顔して降りてくるか楽しみです。はい、楽しみです。それは何時でしたっけ、着くのが。33分に到着することになっているんです。そうです、33分に到着するんですね。もう早くも皆さんカメラを持って待ち構えた様子です。そうですか、はい、ではコマーシャルを挟んでその模様をお伝えしたいと思います。はい、お楽しみに。この時間は住友不動産販売、岡村、花王と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。はい、さて、7時23分に函館を出ました一番列車でございますね。海底トンネルを抜ける一番列車20日り10号でございましたが、海底トンネルを無事通過して蟹田で先ほど生中継を入れましたね。それが間もなく9時33分に青森に到着すると乗っておりますな、ケントデリカットでございます。青森を呼んでみましょう。宮田君、はい、先ほどまで曇ってたんですけれども、もう20日り10号の歓迎を尽くすようにもう晴れてきましたね。そうですね、はい、私たちの周りも大勢の、ね、マニアの方、またその、はい、20日り10号を出迎える方でね、何度もごった返してきましたけどね。そうですね、まだ列車の方は到着していないんですよ、まだ見えない、はい、まだ見えません。皆さんもね、ちょっと冷たい風の中身をすくめながら待っているというところなんですけれどもね、はい、スタジオの方も随分西村さんのお話で盛り上がってますね。そう、聞いてた、はい、聞こえた、なかなか感動的なお話でしたよね、はい、ところでね、今朝7時半に一番列車として出ました海峡1号なんですけれども、この切符を買うためにですね、12日の深夜から並んでる子どもたちに昨日ねお話伺ったんですよね。そうですね。そしたら本当に陸続きになってるかどうかはトンネル出てみなければ信じられないっていうそういう話をしておりましてもうその海峡1号もねトンネル出て、はい、もう本当に北海道と陸続きになったんだなっていう、そういう感激をね、寒い中で徹夜で待ってらした方が多かったんで、トンネルに入って寝ちゃわないといいなっていう話をしてたんですけどね。レールがね継ぎ目がないでしょ。ですから非常にね、こういいんですよね、揺れなくて、ですからごとごと言わないんだそうですけどね。どうでしょうか、見えて、まだ見えませんね、電車の方は。そうですね、はい、今本当にね、皆さんもう身を乗り出して電車待ち構えてんですけれども、はい、見えてきた。今場内のアナウンスが入りました。駅の中にアナウンスが入っています。さあ、ケントデリカットさんが乗っております。20日り10号まもなくこちらの3番線ホームに滑り込んでくる。見えてきましたね。詳しいことは分かりませんがね、はい、見えてきました。さっきカニタをね、やや遅れて出たような感じがしたんだよね。ちょっぴり遅れましたね、だからそっちが33分に入ってくれば、途中でちゃんと時間調整したことになるから、まあ、それ詳しいことは分かりません、はい、僕は、はい、7時23分に函館を出発した20日10号が、あ、来た、やっぱり立派だね。到着しました。滑り込んできました。確かにトンネルを通過して、世界一長い海底トンネルを通過してやってきました。日本は大したもんですね、これ時間通り来るってのは。ケントさんはいるでしょうか。ケントさんはどこに乗ってるんでしょうね。何号車に乗ってるんでしょうかね。ちょっとまだわかんないですけれども、乗ったことは間違いありませんからね。そうですよね、マニアのカメラのシャッターの音が聞こえますね。はい、マニアの方はこの時とばかりシャッターを切っています。はい
さあ、今3号車ですか、多分ドアのとこ立ってるでしょう。2号車の番号が見えてきました、はい、あ、ケントさんいました、いました、うん、2号車の頭にいます。はい、あ、すごいですね、人みんなもうみんな窓にへばりついています。さあ、ケントさんが降りてきますでしょうか。ケントさん、こっちですよ、こっちです。ちょっと見えないな。あ、来ました、来ました、こっちです。早く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 、ケントさん。すごい盛り上がりご苦労様でした。すごいですよ、すごい盛り上がってましたね、カニ大気分。もう本当に大変で、もういっぱい人集まってるんですよね。盛り上がりましたよね。ケントさん、はい、これ、あ、いいですか。あ、耳ですね。どうでした、あのトンネルの中の雰囲気。あのね、すごい良かったんですね、ええ、やっぱり空気ちょっと塩っぱっかですよね。空気がちょっと塩っぱっかちょっと塩っぱかったですね。そんなことない、違う、ないない、魚が落ちてきた。落ちてない。でもね、ほんとね、もしこれもうちょっと良くするなら、やっぱりあのトンネルの上がグラスにすればいいんですよね。なんか魚なんかあの泳いでるの見えればいいんですけどね、無理けどね。でもあれでしょ、はい、アメリカにももちろんね、こういう海底トンネルありませんしね。ないと思いますよ、アメリカで作るんだったらカリフォルニアからハワイに作るしかないんですよ。ちょっと長いですよね。ちょっと遠いよ。そうなんですよ。あのでもね、もう本当にずっと乗ったりすると、まず景色がすごく綺麗ですよね。もう雪のあの川とかなんかすごい綺麗で、またあの海も見えるし、またあのね、行きながらあの、その、まあ、土地の人がね、線路のそばに来て、もう手振っておーってなんかすごいみんな盛り上がってるんですよね。もうあれでしょう、列車の中もね、先ほど蟹田町の、はい、ところで見せていただきましたけど、はい、異常に盛り上がってましたね。もう大変ですよね、もうほとんど動けないほどみんなですね、イエイイエイイエイとやってますよね。皆さん、はい、どうもありがとう。なんかあの無事着いたということで、はい、はい、しっかりカメラに収まりましたんでどうもありがとう。デリカットありがとう。はい、ありがとうございました。宮田君ご苦労様、皆さんご苦労様でした。はい、はい、今日は連絡船、そして青函トンネルの模様を入れながら番組を進めてまいりました。さあ、もう一度呼んでみたいと思いますが、まず最初はどこ行きましょう。青森は宮田君と川口さん、はい、はいはい、あ、それから北野さんも皆さんいらっしゃいますね、はい、あ、これ違うよ。あ、青森です。青森です、はい、はい、今日は感激的な一日でしたね。そうですね、まあ、あの日本の歴史のものの一つと一緒になっていただいて本当にありがとうございました、はい、やっぱりあの青函トンネルもね、新幹線通して完成という、はい、そんな感じもしますよね。はい、ということでした。青森でした。はい、どうもご苦労様でした。失礼いたしました。私の後ろの絵とモニターに来てる絵が変わっておりましたので取り違えましたが、次どこ行きますか。次は函館行ってみますか。はい、函館、あ、これですね。はい、函館です。やっぱりですね、いろんなドラマを生んだこの青函連絡船がなくなるのはちょっと寂しい気がしますね。北野さんはどうですか。そうですね、明日からあの船に関わってきた人がまた新しい人生が始まると思うんですけど、ぜひ頑張ってほしいですね。藤岡さんは。青函連絡船乗れたことが一緒の思い出になったと思います。あの私あの道民の代表としましてね、やはり本当に寂しいんですけれども、今日からはまた青函トンネルに期待したいと思います。はい、島森さんもどうもありがとうございました。失礼します。それではカニタを呼んでみたい。はい、高木くん一人か。先ほどの町の冬場ぶりは収まりまして、今度皆さん町の方に繰り出しまして、うん、町全体で町中でお庭になっているようです。そうですか、はい、ご苦労様でした。はい、ということで中継地点はこれで全部でしたね。私もあの移動しますので、どこがどこになったかごちゃごちゃしちゃったんですが、今日は水戸黄門様にも来ていただきまして、その模様をお伝えいたしましたが、最後に何か一言。はい、いや、いい番組ですね、この番組。いや、とっても明るくってね、スピードがあって、はあ、そして別に出してもらったから褒めるわけじゃない、僕はファンの一人ですよ。そうですか、うん、とってもホットないい番組です、はい、では、ますます我々これからも頑張っていかなきゃいけないと思います。ということで、そろそろお別れでございます。朝早くから本当にありがとうございました。また来週の日から。